今回11月28日売りのテーマはタイムトラベルビューティーです。ファッションっていうのも本当いろんな時代を踏まえていろんなところのこう価値観とか歴史とかが変化しながら本当にヘアメイク服っていうのは変わってきました。人間っていうのは過去にどうしても戻りたいっていうところの概念っていうのは誰しも絶対あると思うんですよ。で、そして未来に向けていくためにじゃあ未来にじゃあ何をすればいいのかっていう、いやそのほんのさじ加減のところを過去からアイデアを新しい未来のところに持っていくことによって現代が生きてきた人たちの価値観っていうのを噛み合わせることによって新しいビューティーというものが生まれると僕は思っています。でそのタイムトラベルビューティーをすることによって人との出会いを作ることが今回のタイムトラベルビューティーと考えております。今回メイクでタイムトラベルビューティーと意識したというのはその凹凸感を出してみる。で凹凸感を出すっていうのはもともとは人間っていうのはその平べったい顔ではなくて凹凸感があります。でその凹凸感をアイシャドウでほんのニュアンスをつけて作ったんですけれどそのニュアンスを作ることによって親近感っていうのがあります。この親近感っていうものを意識したのが今回のトラベルビューティーっていったところがポイントになってます。金子さんはもともとパーツがしっかりされていました。まずアイラインの引き締めっていったところを意識しながらそしてその眉の下のハイライトそして、眉の頭のコーナーのハイライトっていったところを薄い感じなんですけれどよく見ると目の立体感っていうのが奥行きを出すようなメイクを作ってみました。で今回コスメデコルテの A級の、ミリオリティリペアトリートメントファンデーションを使わさせていただきました。でこちらの方は美容液とファンデーションを組み合わせた潤いをより司る化粧品となっております。幅広い年齢層が使えるファンデーションであってほんの少しのファンデーションでみずみずしい肌を作るにはもってこいのファンデーションになっております。そして、アイシャドウ今回はルナソルのアイシャドウ08を使わさせていただきました。でこの08っていうのは4色入っているんですけれどハイライトをうまく取り入れることによってまぶたの奥行き感っていうのを作ります。眉下そして眉頭っていったところを意識しながら膨張色を中央に塗っていく。でさらにアディクションの 002C を中央に乗せました。この3色重なったブレンドの色がいい感じに血色になるようになってます。そうすることによって目の奥行き感っていうのが出るような形になってます。今回の口元っていうのもよりフェミニーに持っていきたいというところを意識して3のリップスティックの10番を選ばさせていただきました。金子さんの持っているはっきりとしたパーツをよりどれだけ崩していくかということを意識します。そうすることによって柔らかさが出てくるので彼女の新しい自分っていうものをさらに見つけることができるのかなと思いました。アイラインの方なんですけれど今回はペンシルを使ってスマッチアイっていうのを作らさせていただきました。でスマッチアイというのはアイラインをぼかすやり方になります。でそのアイラインをぼかすことによってより人間の瞳となじむように目の大きさを出すためのテクニックになっています。自分がブランドやると思ってなかったんですけどそういうコラボのお仕事を一緒にさせていただいたりしてお洋服作るの楽しいとかやっぱ自分が着たいものがそのまま形になっていてさらにそれが皆さんが気に入ってくれるっていうのも嬉しいことがこう乗っかってくる。なんか自分が好きなものを形にしてみんなも共感してくれるってことがすごいやりがいで、すぐ行動したことが自分の中ではすごく大きかったかなと思って、もちろんその一番最初テソルビに始めた時も一人でやっていくし最初はなんか大丈夫かなって不安も大きかったんですけど、なんか人生一度しかない中でなんかそれが今の自分の転機というかさ、なんかチャンスな気がしてちょっと好きなことをやってみようっていう決心が大きかったです。